残念だが、そこはもう外れだな。よう、シュバルさん、また会ったな。せっかくここまで来てくれたのに、無駄足を踏ませちまったみたいだが。あっちを見てみな。ああ、この霊窟の奥にあった総国の場、竜の霊場。その悪空間だけが昨日のうちに引っ越ししちまったようでな。アルベリヒから警告されてたから前回様子を確かめに来たんだが、まさかあの因縁の地に引き寄せられちまうことになるとはな。で、あれがダメ押しってわけだ。また会ったね、リン君に、トワたちも。ふん、こんなに早い再会とは思わなかったが。結社より国士戦役として RF の実験に使わされました。あくまで今回限りの任務ですわ。ええ、あの人、いえ、クライアントの要請で急遽仕上げた魔導障壁発生機ね。結社のマリアベルさんからの技術も導入されているわ。はっ、魔導科学とやらの組み込みも面倒だったがうまくいったようだ。総国を早めに前倒しされんのはアルベリヒも避けたいらしくてな。退屈だが、 X デイ直前までは俺も引きこもらせてもらうことになる。早めに喧嘩を始めたけりゃ頑張って乗り越えてくるんだな。こちらの艦に乗り込むつもりなら好きになさい。ただし相応の防衛体制が敷かれているから注意するのね。視線の領域踏み入れるならお覚悟。僕も戦術核と共に相手をさせてもらおう。もはや容赦はしない。覚悟だけはしておくことだ。ふん、私はあくまでゲストとして高みの見物をさせてもらうつもりだ。商用祭の最終テストを超えたお前たちに何ができるか楽しみにさせてもらう。
この音は。来たわね。あれは赤き翼。本当に後継艦が現れたのか。テレジア、迎え撃つわよ。エミリー。専念したまえ。トア君、見つけられそうかい？ありました。戦争エリアに死角です。お待たせ、リン君。送った座標に飛んで。了解しました。行くぞ、バリマール。エマ、ミューゼも頼む。私の番ね。
くが。甘え。今だ。もらった。マイル。アークス駆動。これで大丈夫だ。やったわ。やったわね。私の番ね。そこ。パンタグリュエルと同じ作りの戦装。確かベースは同型艦でしたね。ええ、火力と装甲はガルガンチュア、
速度と機動性はパンタグリエルみたい。実験戦艦というだけはあるみたいだね。動き出す気配はありません。放置して進みましょう。そこ、強敵です。皆さんご注意を。